どうやら門番は抜け殻人になっとるようやな。抜け殻人、前にも言ってたやつだね。せや、抜け殻人っちゅうのは心の一部を奪われた者たちのことや。心の一部を失うと人としての本来の機能を果たさんようになる。誰に奪われたの？決まっとるやろ、ジャボーに。や、ジャボーは自分に歯向かう者とか自分にとって危険な者たちを次々に抜け殻人にして戦う力を奪っていったんや。でもこのままじゃボロネール王国に入れないよ。負けないよ。
けないよ。なんだ、お前たちは。はあ、何これ。これが古の木や。久しぶりでんな、旦那。ふん、雫か。わしに何の用だ。いや、一の国から客人が来ますね。ほんでもって旦那にいろいろとお力を貸していただきたいと。お前はいつも困った時にだけやってくる。全く調子のいいやつだ。すんません、旦那にはいつも感謝してます。しかしその子は。長老もお気づきになられましたか。透き通った心の持ち主か。透き通った心は闇を打ち払う。しずく、まさかお前。はい、俺たちジャボーと戦いますわ。なんと。相変わらずバカなやつじゃ。よかろう、力を貸してやろう。しかしその前にその子のイマージンをどうにかせねばならんな。お、せや、確かに忘れるとこでした。旦那もこう言われてることやし、ちょっと早いけど、お前にイマージェンの出し方を教えといたるわ。イマージェン？せや、イマージェン。この二の国では自分の心を実体化させて戦士にすることができるんや。それがイマージェンというわけ。ここからの道のりではもっと強いモンスターが出てくる。せやからお前のイマージェンにも手伝ってもらおうっちゅうことやな。僕にできるかな。できるもできんもない。やるんや。おかん助けんのやろ。あ、うん。ほな、ええか、マジックマスターを開いてここでイマージェンの魔法を使ってみ。
がええぞ。これがお前の心の戦士イマージン。心の戦士？そうや、お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの？おお、見て、なんだよこいつ。はあ、お前の心が強なったらこいつも強なってくるんや。わお。なんや？え？くそ、また来たんや。早速戦うで、オリバー。これ、どうするの？戦いのイメージを頭に思い浮かべるんや。そしたらそいつも戦ってくれる。わかった。戦いをイメージ、やってみる。負けないよ。
you